はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、前回に引き続きなんですけれども、魂ネーション2023、はい、そちらから出ました、デラックス超合金劇場版 VF1S っていうのかな、ストライクバルキリー一条光機メカニックエディション、はい、こちらをねまた私抽選販売で当選しまして、はい、購入させていただきました。いや、まさかフリーダムに続きね、こっちもね当選すると思わなかったんでね、まあ結構出費も重なっちゃったんですけれどもね、はい、ということで今回はもうこちらをねご紹介させていただきたいと思います。とりあえず箱の状態まで持っていきましょう。はい、箱の状態です。いや、めちゃくちゃかっこいいな、前回のフリーダムに引き続きなんですけれども、なんだろう、デザインが秀逸だね。箱のデザインが、いや、めっちゃかっこいい。バルキリーかっこいい。とりあえずまたね箱一回転させてみましょうか。はい、ということでね一回転させてみましたがね、うん、これもねデザイン的にはフリーダムと同じ感じですね、うん、まあシンプルイズベースト、はい、これもあれかアウターケースなのかな、うん、ちょっと、はい、アウターケース外したらめっちゃかっこいいデザイン。ファイターモードですね、要は飛行形態ですね。いや、めちゃくちゃかっこいい。なんだこのイラストっていう、まあ写真だよね。いや、センスの塊しか感じねえわこれ。いや、かっこいい。これもちょっと一回転させましょう。ということでね、箱を一回転させましたがね、いや、背面ちょっとびっくりだね、うん、一応今回はねこのスケルトンをイメージしてるんでね、うん、内部メカニックが見えるような構造なんで、後ろの箱の、内面も見える仕様になってるっていうね。いや、これまた粋ですね、うん、まあここにもねなんかパーツの名前が入ってますね。スーパーパーツのいろいろユニットの記号とかが入ってますね。いや、これかっこいいな。箱自体もデザイン秀逸。いや、箱だけで飾ってもいいなこれ、うん、それだとね動画として終わっちゃうんで、まあ開封はしますけれどもね、はい、では早速中のね、うん、ブリスターとかの状態を見ていきましょうか。はい、箱から出してねブリスターの状態を見てもらってますが、もうねファイター状態のまま入ってますね。はい、この超合金マクロスはね動画としてあげるの初めてかな。うん、いや、これねメタルビルドのガンダムと違って大きいんですよね。うん、まあ、とりあえずちょっとブリスターも回転させますか。はい、という感じでね、回転させましたがね、うん、ブリスターは三層構造かな。うん、そうですね、はい、3つ分かれてますね、うん、このマクロス系はね変形がね結構ねしんどいんですよね。なので一形態に絞って飾りたいんで、うん、悩みますね。ファイター系で飾るのもかっこいいし、ガオーク形態で飾るのもやっぱマクロスとしてはね、うん、象徴的な、うん、形態なんで、まあでもね、やっぱね、バトロイド、うん、そっちの形態で飾りたい
のも山々。いや、どの携帯で飾るか悩むんですよね。ちょっとあんまり分度とするとね、なんかやらかしちゃいそうなんで、私の場合ね。とりあえずちょっと見てみましょうかね、商品をね。はい、とりあえずね、今組み立て途中なんですが、とりあえずね、こちら、はい、ちっちゃい人形、一条光ですね、これがね、パイロットスーツを着た。はい、で、これがね、ガンポットですね。はい、で、この、これがガンポットにつけるベルトですね。はい、これが、ここのね、穴があるんで、穴に刺して、こちらも、背面に穴があるんで、ここに刺すと。はい、こんな感じですね。UN スペーシーで、ヒカルはここのね、この前面のね、はい、ハッチを開けて、ここのコックピットに座らせると。はい、こんな感じですね。はい、でハッチを閉じる。はい、とりあえずね、ファイターモードで、こんな風にね飾りました。とりあえずこの状態でね、ちょっと回転させてみたいと思います。ということで1回転させましたがね、ちょっと台座がちゃんと噛んでないね、ちょっと斜めになってましたけれども、まあちょっとこれは仮なんでね、この状態で飾ろうとはしてないんで、はい、ちょっとね途中経過ということでファイターモードで飾れるなと思ったんでね、ちょっとお見せしましたが、とりあえず次かガウォーク、どうしようかな。変形がほんとめんどくさいんですよねこれ。まあ、ガウォーク形態見せれるようでしたら、ガウォーク形態次お見せします。はい。はい。とりあえずね、ガウォークモードまで持ってきましたけれどもね、まあかなり不完全な状態ですけれども、とりあえずガウォーク、僕はできたかなっていうのでね、はい。こちらも回転させてみたいと思います。はい、次はいよいよバトロイドモードですね。バトロイド形態、はい、そちら持っていきたいと思います。はい、あれから1時間経ちました。私の今の状態こちら、なんじゃこりゃ。いや、ちょっと待って、これどうやって組み立てんのこれ。いや、ほんとこのシリーズ難しい。どうやってどうなんのこれ。いや、ほんとこの変形が難しい。いや、多分慣れた人だったらすぐにできるんだろうけど、ほんと一回だけね、別の機体で組み立てたことあるんですけど、その時もめっちゃ苦労したんですけどね、それ以上に今苦労してます。いや、全然わからん、からどうやっていいかわからない。いや、ほんと組み立てられんのかなこれ。はい、バトロイドできたと思う。いや、これ本当にね、いや、もう本当やだ、もう組み立てたくない。いや、プラモデルよりむずい気がする。いや、もうね、なんだろうな、このね、説明書を見てもらえばわかるけどね、これを見てもわからないっていうね。そもそもこういう超合金系でこんなに説明書がね、厚いとはね。
こういうところとかね、何をどう曲げていいのか分かんないしね、うん、いやこれ難易度高いよ。こういうね、ちょっとした向きの違いとかね、うん、それこれをね見てもわかんない。プラモデル PG とかね、パーフェクトグレード組み立てられる私でもね全然わかんないこれ。で説明書にはねこんな感じでね、うん、アニメーションの、うん、原画っていうのかな、うん、そういうのも載ってるんですよ。リンミンメいいね、劇中のあれが蘇るね、うん、こういう説明書きも載ってますね。もう時空を超えた最高到達点、もうこの最高到達点ってね、もうなんか最近聞いた覚えがあるけれどもね。でね、パーツ一覧、いやーもうほんのね、もうねほんとね、もうすっごい結構あるのよ。しかもまだねあのオプションパーツつけてないからね。とりあえずこの状態でね回転させてみたいと思います。回転させてみてもらいましたがね、まあ、後ろの翼がね、台座のパーツにね干渉して閉じないんですけど、これどうしたらいいんですかね。いやもうわけわかんないからもういいやって思っちゃってんだけど。まあでもでかいこれ、バトロイド全長高いなこれ。はい、こんぐらいの差ですね。メタルビルドのフリーダムと比べるとやっぱねでかい、バルキリーでかいですね、うん、バトロイド状態時点で30センチぐらいあるのかな、うん、だからでかいよね。ということでね、いやオプションパーツをこれから付けたいんですけれどもね、また時間かかるな。今のところねここまでね2時間近くかかってます。いやまあいった、はい、ちょっと休憩挟んでね、組み立て再開したいと思います。まあ動かないではね一瞬だと思いますけれどもね、はいはい、フルパーツつけました。いやこのねオプションパーツですかね、これつけるのはめっちゃ簡単でした。いやこれ助かるわ。いやすっげーかっこいいなこれ、めっちゃメカニカル。いやこれは男心をくすぐるっていうやつですね。いやめっちゃかっこいいこれ。足はね、片方だけ、左側だけ、うん、あの透明のクリアパーツにしてます。はい、まあ、だいたい説明書通りのようにね、うん、組み立てました。でここもねファストパックの、部分をね、左側だけ、クリアパーツのやつにしてあります。はい、いやーこれだけでめっちゃかっこいい。はい、ということでね、いやもう疲れましたんでね終わりたいと思います。いやとりあえずね、いつもの背景だとね収まらないんで、このままの状態で回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひねチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。